マラウスの敬愛する兄弟姉妹方、お元気でおられますか？主と共に歩んでおられることを信じて感謝申し上げます。それでは早速、メッセージに入りたいと思いますが、まず務め勤しめを賛美して、その後に入らせていただきます。今日は皆さんと一緒にマタイ伝の25章31節から46節まで拝読いたします。マタイ伝の25章31節、人の子がその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴って来るとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように、彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そして主は、そして王は、その右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、この世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。すると、正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て、食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て、飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげて、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最後も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。それから王はまたその右にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であったとき、食べるものをくれず、乾いていたときにも飲ませず、
私が旅人であった時にも泊まらせず、裸であった時にも着るものをくれず、病気の時や牢にいた時にも尋ねてくれなかった。その時彼らは答えて言います、主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり、乾き旅をし裸であり、病気をし牢におられるのを見てお世話をしなかったのでしょうか。すると王は彼らに答えて言います、まことにお前たちに告げます、お前たちがこの最後も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。マナウスの教会の日本語のクラスの皆様へ、その後いかがお過ごしでしょうか。この末の時代に次々と困難な課題が押し寄せてきている中にあって、姉妹方も大変苦労しているかと想像していますが、いかがでしょうか。イエス・キリスト様をしっかりと見つめて、歩いていきましょう。いつも思わされている今日でありますが、私たちは確かに第三の人生を歩んでおります。いえば人生の最後のコースを 歩いています。私も来年は80歳になります。ここで私も主の御前に考えさせられています。一体この年になって主は 私に何を期待しておられるのですか。一時も無意味な過ごし方はしてはならない時であります。そのことを痛切に感じるこの頃であります。そうですね、私たちの周りを見聞きするからにも、僕らと同年前後の方々の中では、あの人もこの人もとバタバタ召されて いっていることは確かな現状です。こうした立場の中に置かれている私たちですが、この時こそ心を静めて、主よ、今この時どのような姿勢で生活すべきでしょうか。あなたの御心をお示しくださいと叫び求めるべきではないでしょうか。すぐにも主の御前に立たされているのですから、のんびりと平和ボケして機会を失ってはいけません。とりあえず今すぐしなければならないことがいくつか挙げてみましょう。その一つは、この第三の人生を歩んでいる私たち、まず静まって神の前に祈ることであります。主よ、この年になって何をさせていくいただくべきなのでしょうか。そういう
祈りを神様の前に持っていくことが先決、早速しなければならない。静まって神の御心を求めるね。ルカによる書に21章の36節というところに、人の子の前に立つことができるよう絶えず目を覚まして祈っていなさいとあります。最後の主の前、主がもうすぐに来ようとしている、それ前に静まって神様の御心をもう一度確かめながら、うん、祈ることが大切であります。私たちの人生は不確かであって、今年いっぱいの人生なのか、またもう一年あるのかね、そういう切羽詰まった人生を送っております。ですから心して御心は何であるかというのを追跡していきましょうですね。そしてそうですね、救いの確信を、それをもう一度確かめる必要があります。果たして僕という人間はイエス・キリストに救われているのかどうかということをしっかりと確かめないといけないですね。イエス・キリストを自分の救い主として心のど真ん中に迎えているのかい、信仰によってイエス様を信じているのかどうなのか、もう一度静かに確かめる必要がありますね。そしてイエス様が、父なる神様が最もお嫌いになる罪とか肉に属する生活、世を愛する世を慕う生活から分離して、そしてこれを悔い改める、これが大切ですね。第三人生を送っている私たちにとってはもう一度救いを確かめる、救われているのか、今今日召されても永遠の御国に入らせていただくことができているのか、それをもう一度深く深く確かめる必要があります。本当にイエス・キリスト、あの十字架にかかって血を流されたあのイエス・キリストを自分個人のものとして受け入れているのかどうか、信じているかいないか、もう一度確かめましょう。そして2番目はですね、今拝読しましたこのマタイ伝の25章の31から46まで、ここは2番目は奉仕ですね。特に貧しい人たち、弱い人たち、こういう人たち、山ほど私たちの周りにはおります。
マナオスにはマナオスに、私が住んでいるイタケーラにはイタケーラに、数えきれないほど弱い人たち、貧しい人たち、仕事がない人たち、食べるものもろくなものを食べることのできない、そういう人たち、仕事がない困ってる人たち、こういう人たちが私たちの周りにおるわけでありますがですね、こういう人たちに私たちは、何をしてあげることができるのか。そうですね、私はいつも思うんです。二輪車の福音を早速実行すること。二輪車の福音というのは、あの馬車がありますね。馬車には二つの車があります。そしてその一つの車に例えて言うなら、いわゆる神の御言葉、福音を魂に伝えること、それが一つ車輪の一つ。もう一つの車輪、それは口から入る食べるもの、着るもの、そういうものをですね、なんとかしてこういう人たちに持っていく、これを口から入る福音と僕は名付けております。御言葉は耳から入る福音、もう一つの車輪は口から入る福音、これを私たちが、ね、最後の土壇場に来ている第三人生を送っている私たちに、この二つのことをいつも思い巡らし、祈りですね、いかにしてこういう人たちに福音を伝え、証しをし、とともに食べるもの、着るもの、その他必要なものを持っていくことができるか。このことを真剣に考えていただきたい。祈っていただきたい。ここにイエス様がおっしゃっておられますようにですね、こういうことが書いてますよね。そういう良いことをすることはイエス・キリストにしていることなんだということが書いてますね、ここに。読んでみましょう。40節、マタイによる福音書26章25章の40節。すると王は彼らに答えて言われます。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最後も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。言ってますね。そして次にはこういうことが書いています。このこうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのですと46節に書いてます。
ですからですね、こういう人を見て、クリスチャンと言われる人でもですね、こういう人を見て見ないふりをして、聞いても聞かないふりをして、その場を過ぎ去っていく人ですね。と、もう一つのグループは、聞いて見て、ああそうなんだ、これらの人たちは困ってるんだ、命に関わるすれすれのとこまで来ているんだ、よし私たちも手伝おうと言って手伝ってあげる人と、最後には神様の前にですね、二つのグループが、同じクリスチャンと言われる人たちでも、憐れみのあるクリスチャンと全然憐れみのないクリスチャン、二つのグループ。それは誰が一番よく知ってるかというと、天のお父様、イエス様がそれをよく知ってます。私たちはその二つのグループの中で、困ってる人たち、必要に追い込まれている人たちを見て、どういう反応を示してきたのでしょうか。あ、助けてあげよう、教会の皆さんに祈ってもらおう、教会の皆さん、私たちはこのマナウスに散在している貧しい人たちのために何かできないでしょうか、祈りましょう、みんな少しずつでもいいから集めてこれを配りましょう、そういう気持ちになって行動に移しているのでしょうか。それとも、これはゴフェルのやることだ、プレフェトラのやることだ、俺とは関係がない、俺は遠くから祈ってあげる、それだけしかできない。でもあなた、少し持てるものをあげることができるんでしょ、分け与えることができるんでしょ、それを分け与えてください。多くか少なくは別として、できることをすることが私たちに与えられている神様からの、これは特権です。そしてこういう人たちに捧げているということは、ちゃんとこれはイエス様がその後ろにおって、そういうことをした人は私にしたんだよってここ言ってますね。さあ私と一緒に喜びましょう、永遠の命に入らせていただ、入りましょう、さああなたもその人もあの人もいらっしゃい、そういうことを経験して捧げて手伝っている人は、そういうこと、そういう言葉をいただくことができる。そしてイエス様がそれらの人たちの手を取り、腕を取り、肩を、手を寄せて永遠の御国に紹介されて入ることができる。しかし見て見ないふりして、聞いても聞かなかったふりして、外側だけきれいに飾って、そして生涯を終わっていく人たち、そういう人たちはどういう結果を招くかということは、皆さん今私が拝読した最後のところに記されております。名前だけのクリスチャンでこの社会を渡っては、ね、意味のないことですね。僕は今から30年前にそのことをアマゾン川の河口で伝道している時に示されて、早速
サンパウロに戻り、そして仕事をし、で毎日入ってくるお金を楽しみながら集まった。その集まった、神様がくださったお金で土地を求め、1000平方メートルの土地を求め、そしてやがて神様が建物を与えて、今そう、100人近くの人たちが関わって、そして貧しい人たち、どうしようもない人たち、子供たち、青年たち、夫を亡くして未亡人となって歩んでいる人、未亡人の方々、一人一人を訪ねて、そして着物、食べ物、その他のものを差し上げながら福音をもちろん伝えています。そういうことをさせていただいています。それをアバ施設と言って、多くの教会の方々が協力しております。マナウスでもそういうですね、やがてはそういう施設が出来上がって、そこには何人、何十人、何百人という方が一つになって、あの北ブラジル、アマゾンのマナウスを中心とした町々、村々、あのアマゾン川の両側に住んでいる貧しい方々の中に福音を持っていきましょう。食べるものを持っていきましょう。着るものを持っていきましょう。それの、そのために第三人生を送っている私たちは立ち上がって祈りましょう。主よ、そういう人たちを起こしてください。そして人だけ、他の人だけを当てにするのでなくて、主よ、この年になっているこのしもべを用いてできることを、主よ、一番近い隣の貧しい人のから一歩足を踏み出させてください。こういう祈りをしましょう。神様は無理なことを、できないことをしなさいとは言いません。できるところからそれをしていきましょう。アメン。そしてこの地上の生涯を終えて主に迎えられる準備をいたしましょう。お祈りいたします。天の父様、ありがとうございます。これらのことが主よ、ただ説教として聞いて、ああよかったで終わることなく、主よ、第一歩を踏み出す決断をするところにまで導いてください。主イエスキリストの皆により感謝してお祈りいたします。アメン。